えー、保育士として保護者には子育て支援をした際、僕には子供がいないので子育ての実体験はないのですが、いや、僕の大学は名前を書けば受かりますなど自虐的な自己紹介しました、えー、すると、それを人権配慮が足りないと別で所属している団体のお偉いさんに指摘されました、えー、自虐でも子供がいない人には発言力がない、その大学にも行けなかった人がいるなどが指摘の趣旨でした、えー、偏見とかではなく事実で自虐を言った際でも社会には謙虚なんでしょうか、よくさんのご意見いただけると幸いです。 えっと、別にあの、正しいかどうかではなく、それを聞いて不快になる親がいるので、で、親を不快にさせることにメリットがないので、別にその、言ってることが正しいかどうかって、その、その仕事の中では、別に関係ないんですよね。例えばさ、お医者さんが、じゃあその手術をするときに、あの、まあ、8割死ぬと思います。あの、統計上8割死にます。 ですけど、まあ、やるだけやりますよって言われるのと、あの、8割死ぬって分かってても、あの、一生懸命頑張りますって、遺族、遺族じゃない、その家族に言われるの、どっちがいいですかって言われると、多分家族は、その、8割死にますという事実より、一生懸命頑張りますって言ってる方が、その、あの、ま、その不安が少ないと思うんですよ。 だその、8割死にますよってで手術した後、いや、やっぱり死にましたね !8 割ですからねしょうがないですよねって言われたら、やっぱその、遺族の人も、その、まあ、データ通りだし、事実だからしょうがないじゃんってなるより、お前本当に頑張ったのって多分怒ると思うんですよ。なので、その、正しいことを言うべきかどうかっていうのと、その聞く人が喜ぶかどうかっていうのは別の話なので、なので、あの、別に正しいことを全員に言う必要はないと思います。はい。 僕は、その、あの、なんか、統計上の数字を聞くのが好きなので、あの、聞いた方がいいと思うんですよね。この例えでいくと、あの、寿司屋がうんこをしに行ったときに、その寿司屋が、その、あの、裏に行って、いやー、ちょっとうんこしてきました。手洗いましたよ。何に切りますって言われたら、嫌じゃんっていう話で、そこは別に、あの、いなくなったときに、その、うんこしてきたとか言わなくてもいいよねっていう、っていう話です。はい。 えと正しいことを正しいと言うと怒りだす人が時々いますが理解ができません。なぜでしょうか。子どもの時にサンタクロースはフィンランドにいる郵便判断の他のおじさんと言ったらものすごく女子から怒られたことがあります。私はバカなので教えてください。えっと、正しいこととその人があの聞きたいことが違うことが多いんですよね。 うん例えばじゃあその、あの、大学受かるかなって聞いた時に、うん、お前の正義だったら絶対無理っていう事実を言うのか、頑張ればなんとかなるよっていうのかでいくと、頑張ればなんとかなるよというのを言ってほしくて相談してたりするんですよね。なのでその、あの、事実を聞きたいわけではない人って結構多いんですよ。なのでその相手の人がどっちを聞きたいのかっていうのを確認するか、あの、僕そういうオベンチャーとかできないですよっていうので、最初からそういう話題にしないっていう方が安全なんじゃないかなと思います。